こんにちは、早坂剛です。今回はですね、ヤフーのペイペイモールについてお話ししていきたいと思います。現在僕は工場で働く労働者です。隙間時間を利用して YouTube、ブログなどで活動しています。よろしくお願いします。ペイペイモールはヤフーのショッピングモールです。このですね、ペイペイモールのですね、出店条件、これがですね、かなり厳しいものになっています。出店レギュレーションっていうのがありまして、その内容なんですけれども、その一つがですね、ヤフーショッピングベストアワード受賞履歴があり、かつ過去90日間において80% 以上の期間有料店であること、ヤフーショッピング経由で年間流通 1.2 億円以上、かつ過去90日間において80% 以上の期間有料店であること、それから上場企業または上場グループに属する企業であること、それとグループを含む企業年商100億円以上、家電カテゴリーのみ500億円以上であること、この4つのいずれかの条件を満たし、かつその他の出品出店基準に該当する出店者に限り本プランでの出店が可能となっています。なので個人事業主などは無理って感じですね。ちなみにここで言う有料店とは、ヤフーが指定するストアパフォーマンスに基づき有料店と認定された出店者のことを言います。今言ったですね、出店条件はヤフーのサイトで確認できますので、興味がある方は確認してみてください。ヤフーはですね、このペイペイモールを厳選したストアだけを集めたショッピングモールとしています。始まったばかりのサービスなので、今後ですね、どうなっていくのか動向が気になりますね。今回の動画は以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。それからですね、メルマガもやっていますので、そちらもですね、合わせてよろしくお願いします。では失礼します。